りました。大変本部は実績の部下で地域を思い出す会社でよくカラオケで歌われています。ではどうぞ。Thank you.
手の上がきれいだということで、皆さんにそれをお願いいたします。北中学校と鍵江中学校合同の演奏会、実はこれが2回目になります。今まではそれぞれが単独で演奏しておりましたが、まあ、ぜひ一緒にやろうということで、その北中の顧問の松岡先生と相談をしました。ぜひやろうじゃないかということで、去年初めてやったことができました。それが2回目となります。まあ、こういうことで、せっかく同じ加盟町にあるわけですから、ぜひまあ、これからもね、そういうことを続けていきたいなということを思っております。次の曲ですが、隣のトトロ、昔から非常に有名でありますが、これを皆さんにお送りしたいと
にお話をするわけですが、どうもご期間中の生徒職、第一部をあの聞いてくださった方はお分かりだと思いますが、大変にこのパワーがある、エネルギーがある、それに比べて、まだ上中の石井沢君は、言葉で詰まってしまうわけですが、こういう合同演奏会を通して、お互いのいいところを、吸収し合いながら、これから行きたいと思います。まだ話したいことがいろいろあるんですけど、次のことに行きたいと思います。完全にあのステージが狭いものですから、記者が数が入ったところですね。次はあの、ディズニーの、最近ディズニーってすごいあのヒットをたくさん出したんですね。ここ数年のうちに、私もよく見ていただきますが、本当にあの映像と音楽がバチッとこう合ってですね、本当にこう、1たす1は4にも5にもなるかなと、そういうその例だと思います。アラジン、このメドレーを、だから、松岡さんにお送りいたします。Thank you.
どうもありがとうございました。今このステージ上に生徒さんが80万度の角度だと思います。今年は本国家でくるだったインフルエンザの猛威を振るいまして、私もささやかな教育生活というのは初めてのことですけれども、大変たくさんの生徒さんが病気になりまして、大変体調悪くして、なかなかこう練習も思うようにいかない、そんな中で今日の日を迎えます。本校の生徒さんのお父さんお母さんはじめ皆さんのご協力のおかげで今日こういうステージができた、そんなことを思っております。改めて思っていて感謝を伺いたいと思います。本当にありがとうございました。それではありがとうございます。次にもう一つ DTV のこの映画でございますが、ライオンキング、このメドレーを今日送りたいと思います。Thank you.
今日のステージ最後の曲になります。メリベルという人がありますが、この作曲家、清水さんから一番いい曲を書いております。今日今からお送りしますレッキーという曲ですが、私どもがまだまだ幼少の頃、非常に有名な曲で、一つのコンクールや演奏会で演奏された曲です。名曲は、つまり立ってるのがやっぱりいいものだと思います。で、私ども、先ほどお父さんお母さんにお礼を申し上げましたが、僕たちは何の考えと言いながら、生徒諸君のおかげで仕事が調べるわけです。つまり松岡先生も同じ気持ちだと思います。松岡先生、生徒のほう聞いてください。一緒にお礼を言いましょう。せーの。ありがとうございます。本当にもう、そういう気持ちでいっぱいでございます。それから、それを支えてくださる、まあ、加入長の皆さん、はじめ、本当にこういらっしゃると言いますけど、楽器も、実は加入長の人気を使っていただいているわけですので、僕も加入長の人から少し払ったんですけど、本当に皆さんのおかげで、こういうステージができる。それからもう一つ話が長くなって申し訳ないですが、こういう音楽を通して皆さんと心の通い合いができるという立場の企画は多分少ないだろうと思います。そういう僕たちの立場をやっぱりこれからも皆さんと共に共有をしていきたい、そんな気持ちしておりますので、どうぞ中学校の吹奏楽部をこれからもよろしくお願いいたします。さあ、メリベル作曲、レスティーボです。
ありがとうございました。本日はお知らせでした。どうもありがとうございました。